イシシャコは、キジメキジカに分類される鳥類の一種である。本種一種で、イシシャコ属を形成する。最新の研究結果に基づき、本種を南米ウズラカに移し、また、イシシャコ属に、今後モリシャコも含む説が出されている。この場合属名は、記載の古いイシシャコのプテラパカスが優先される。アフリカ中東部に分布する。体長24から28センチメートル。 私有動植である。全体に暗い褐色で、頭部から翼にかけて不明瞭な白いブチがある。お葉は14枚。足は赤く、くちばしは濃い灰色か暗い褐色である。足に虚はない。岩石の多い丘陵地帯に、ツガイカ家族群で生息する。お葉を上下させながら、岩の上を走り回る姿が、よく観察される。 繁殖期は12月頃で、地上のくぼみに枯れ草などを敷いて映像する。一腹4から6個の卵を産む。以下の4ア種シュに分類される。http コロンスラッシュスラッシュ m a p r e s s c o m スラッシュ zotaxa スラッシュ2013スラッシュ f スラッシュ z036770p098f と pdf なお。車庫族の模式種は、 今後もリシャコではないため、この分類の見直しでもシャコ族の名は依然有効である。ありがとうございます。